まずですね、ちょっと近年の SAS4 事情についてちょっと話したいんですけど、つまりどういうことかっていうと、コードは C なんだけど、アルペジオが SAS4 になってるみたいな。本来だったら避けた方がいいんですけど、近年だとそれをうまく使うと、まあ OK だよねみたいな、ちょっとグレーゾーンになりつつあるのかなっていう気がしますね。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。音楽クリエイターの池上です。はい、ちょっと前の動画でですね、9th と 13th について、まとめた動画があるんですけど、今回は 11th バージョンということで、11th について、自分なりにね、思ったことをまとめていきたいと思います。まず、11番目の音が何なのかっていうと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。ドから数えると、11番目の音は、ファになりますね。で、同じく、4番目の音もファなので、まあ、ヨドと、まあ、イレブンスっていうのは、まあ、同じ音なわけですよ。で、ヨドって聞くと、一番最初に思い浮かぶのが、やっぱサス4ですよね。まあ、こういう C サス4。C メジャーみたいな。この流れって、もうめちゃめちゃいろんな曲で使われてると思うんですけど、まずですね、ちょっと近年の SAS4 事情についてちょっと話したいんですけど、まあ、本来、まあ、C メジャー、ドミソっていうコードの C メジャーに4番目の音であるファっていうのは伸ばさない方がいいんですよね。この C メジャーに4番目の音を弾いちゃうと、この3度とぶつかっちゃうんですよね。ミとファが隣り合ってるのでぶつかっちゃう。だからなるべく長くは伸ばさない方がいいとされてるんですけど、なのでまあトライアドの場合は3度とぶつかっちゃうから3度を弾かないで代わりに4度を弾くっていう、まあ、SAS4 っていうコードがあるんですけど、近年の曲ではですね、このトライアドのコードに SAS4 のアルペジオが使われるみたいなことが結構多くなってるんですよね。つまりどういうことかっていうと、コードは C なんだけどアルペジオが SAS4 になってるみたいな。これ SAS4 なんですけど、まあ、本来だとね、あんま使わないと思うんですよ。本来だったら、とかにすると思うんですよね。結構ね、近年だと多いですね。で、個人的にはあんまり使うことないんですけど、やっぱりね、同じ音域で鳴ってると、ちょっとごちゃっとするなっていう印象が僕はあるんですよね、どうしても。なんですけど、まあ、アルペジオとかで、最初からコードの弾き始めからヨドの音を弾かなければ結構ね綺麗にサウンドしてくれるんだなって思って、で最近ね結構そういう曲がねすごく増えてるなと思いました。例えばピアノが C を弾いてるんだけどギターが SAS4 を弾いてるとちょっとねそれがぶつかったりとかするので、本来だったら避けた方がいいんですけど、近年だとそれをうまく使うとまあ OK だよねみたいな、ちょっとグレーゾーンになりつつあるのかなっていう気がしますね。でですね、まあ Add11th なんですけど、あんまり歌物では Add11th って使われないと思うんですけど、結構劇版とかでは使うことがねあるみたいで、例えば普通に C を弾くとこうなんですけど、これをちょっとこうアンビっぽい感じにしてアッドイレブンスにすると、結構こういい雰囲気になりますよね。で例えばですね、ギターとかでもこういうコードがあるんですよね。はい、でこれはですね D add 11、普通に D を弾くとなんですけど、まあ、こういうね3度と11がまあぶつかった音なんですよね。でこれも普段だったら弾かないんですけど、狙って使う分には結構良かったりするんですよね。まあ、一つの楽器で3度と11が当たってるっていうのはね結構自然に聞こえるんですよ。はい、で次ですね、マイナー7/11ですね。個人的にはマイナー7/11は9th の次に使うことが多いっていうイメージですね。まずですね Cm7 がこれですね。で11を入れるとこういう風になりますね。9th を入れるとイレブンスだと、
ナイスの場合はね、マイナー3だとぶつかってるのでよりこう深刻な感じがあるんですけど、イレブンスの方はもうちょっとこうさらっとしたクールな感じに感じますよね。まあ、なのでマイナー7ナインスを使っちゃうとちょっとダークすぎる、シリアスすぎるんだけど、ただのマイナー7だとちょっと物足りないなって時にイレブンスを使うと結構いいパターンが多いと思います。ギターだと、まあ、こういう押さえ方をすることが多いかな。ナインスとイレブンスを両方入れると、まあ、これもねいいですね。はい、次はですね、セブンスのシャープイレブンスですね。ですね、まあ、さっきも言ったんですけど、メジャーコードにそのままイレブンスを入れるとぶつかっちゃうんですよね。なんで、セブンスの場合はね、シャープイレブンスにすることが多いですね。でこれはね、かなり不協和音感が濃いテンションですね。まあ、曲の中でぶっ込みたい時とか、ここぞという時に結構使うイメージがあります。でギターではですね、セブンスシャープイレブンスだと結構押さえ方の都合上ちょっと弾くの難しいんですよね。なのでそういう時は、結構ナインス系のテンションを入れることが多いですね。 C だったらシャープイレブンスがあって、ナインスの音があって、シャープイレブンスの音があるととか、フラットナインスの音、まあどっちかが多いかな。シャープナインスは、シャープナインスは個人的にあんま使わないけど、まあでもなんか使うこともあるんでしょうね。6ドルートの時はいけるんですけど、5ドルートの時はやっぱナインスを入れちゃうかな。でね、他のテンションノートの場合、下がってこうメロディーラインというかね、カウンターメロディーを作ることが多いんですけど、シャープイレブンスに限っては、シャープイレブンスから5度に行くっていうことが圧倒的に多いと思いますね。このシャープイレブンスが半音上の5度に行くっていうことが多いですね。例えばギターとかでも、上がりたくなるんですよね。まあ、あとはですね、特定のスケールを弾きたいときに、まあ、それに合うようにシャープイレブンスを入れるってことも結構多いと思います。で最後ですね、メジャーセブンのシャープイレブンスですね。これは、主にですね、ヨドマイナーセブンの時に使うことが多いです。なんで、キーが C だったら F ですね、 F の時に入れることが多いと。メジャーセブンのおしゃれで切ない響きに、どこか不安だったりとか、こう胸騒ぎを感じさせるような響きだと思います。で通常ですね、一度メジャーセブン、つまりキーが C だった場合、C メジャーセブンの時には、シャープイレブンスはメジャースケール外の音なんで、普通は使わないんですけど、まあ、曲終わりの時に限っては結構入れることが多いです。でその時には、C リディアンスケールっていうのが使えるようになります。テンションノートといってもいろんな使い方があって、例えばコードの中に内声に入れて、まあ、カラーを出すのか、もしくはコードの一番上に乗せるのか、あとはそのテンションノートをフレーズとして使うのか、まあ、いろんな使い方があって、どれぐらいこうさりげなく使うのかとか、はっきり使うのかとか、どういう効果を出したいのかによって使い分けれると、すごくね、作曲とか編曲の幅が広がるんじゃないかなと思います。はい、この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日の動画はここまで。バイバイ。